リッキー・豊タカ・ファウラーはアメリカ・カリフォルニア州アナハイム出身のプロゴルファー。アマチュア時代の2007年から2008年にかけて世界アマチュアゴルフランキングで世界ランク1位の座を通算36周保持し2009年にプロ転校。2010年には PGA ツアーの新人賞を受賞した。アメリカ・カリフォルニア州アナハイムにて生まれる。もともとは モトクロスのレーサーで14歳の時にゴルフに転校する。実際、契約先のプーマの CM でファウラーがオートバイに乗ってカップインさせる CM が公開されている。ファウラーはドライビングレンジのみでほぼ独学で練習をしていた。後にカリフォルニア州マリエータにあるマリエータバレー高校に進学する。高校の最終学年の時に SW リーグで64から69イコール133のスコアで優勝する。高校を卒業後、オクラホマ州立大学に進学する。ファウラーの大学での初優勝は、2007年10月1日に行われたイリノイ大学アーバナシャンペーン校主催の、ファイティングエリナイ,インビテシャネルで、2位と1打差の203打で優勝している。2005年、 夏にウェスタンジュニア選手権で優勝を果たし、全米アマチュアゴルフ選手権にも出場した。全米山では、後年に優勝するリッチー・ラムゼイに敗れている。2006年、ファウラーは、全米ジュニアアマチュアゴルフ選手権に出場して137打で2日間のストロークプレーを終え、決勝ラウンドに進んだが、マッチプレーの2回戦で敗退している。2007年、 6月にスンネハンナアマチュアで優勝、7月にはプレイヤーズアマチュアで優勝を果たす。ウォーカーカップの代表選手にも選ばれ、アメリカの勝利に貢献する。2008年、スンネハンナアマチュアで優勝し、大会2連覇を達成。全米オープンにも出場し、初日をマイナス1でラウンドし、7位タイにつける。ファウラーは予選を通過したが、 最後は60位体まで順位を下げる。10月にはアイゼンハワートロフィーに出場し、アメリカの2位に貢献。ファウラーは個人優勝を果たしている。2009年、2度目のウォーカーカップの代表選手に選ばれ、再びアメリカの勝利に貢献する。スンネハンナアマチュアでは3位で終わった。ウォーカーカップの後の9月にファウラーはプロに転向し、 ネーションワイドツアーのアルバートソンズボイジオープンでデビューを果たす。2009年9月にタイトリストと道具提供の複数年契約を結んだことを発表した。同様にブーマとエアの契約を複数年結んだ。その後ロレックスとも契約を結んだ。ファウラーのプロ入り後の PGA ツアー初出場はジャスティン・ティンバー・レイク・シュライナーズ・ホスピタル・フォー・チルドレンで7位。 タイで終わっている次戦であるアリゾナ州スコッツデールにあるグレーホークゴルフクラブで行われたフライズドットコムオープンにも出場しており、この時はプレーオフのスウェアブレタイに終わった。ファウラーは最終日に5番ホールでホールインワンを記録しており、4日間連続でイーグルを記録している。2009年12月、2010年2月に行われた。 ウェストマネジメントフェニックスオープンで2位で終わる。6月にはメモリアルトーナメントで最終日首位でスタートするが、スコアを伸ばせず2位に終わった。しかし、これがきっかけで世界ゴルフランキングで50位以内にランクインする。9月にはライダーカップのアメリカ代表にキャプテン推薦でメンバー入りする。21歳9ヶ月でメンバー入りしたファウラーは、 アメリカ代表としては最年少で選ばれた。なお、ヨーロッパ代表では、1999年に、セルフィオガルシアが19歳で代表に選ばれており、ライダーカップの中で最年少で選ばれた代表となっている。しかし、ファウラーは、第2セッションのフォーサム競技で、ルール違反を犯してしまった。1ダウンを喫した後の4番ホールで、ぬかるみに捕まったボールの救済を受け、 ルール上はぬかるんだボールをそのままドロップすることになっているが、ファウラーは誤ってポケットの中にあったボールをドロップして、そのまま打ってしまったため、アメリカチームは罰を受けにダウンとなってしまった。しかし、1ダウンで迎えた最終ホールでペアであるジム・ヒューリックが3打目を、ピンに寄せてファウラーがバーディーパットを決め、引き分けに持ち込んだ。ファウラーのミスに関して、 アメリカのキャプテンコーリー・ペービンは、ファウラーの経験不足が原因と言っている。その一方で、最終日のシングルマッチで、エドアルド・モリナリに対して、12番ホールを終わった時点で4ダウンだったが、残りの6ホールで引き分け持ち込んだ。特に、最後の4ホールで連続バーディーを奪うなど、キャプテンのペービンも、信じられないと言っている。ファウラーは2010年のトーナメントで、 トップ127回入った実績などが評価され、2010年のアメリカ PGA ツアーの新人賞を受賞した。これに対して、北アイルランドのローリー・マキロイの方が、新人賞にふさわしいという意見が出た。2011年、メジャー第3戦の全英オープンでは5位体に入る、活躍を見せた。2011年10月、ワンアジアツアーの韓国オープンでプロ初優勝を、 果たした。ファウラーのミドルネームの豊は、母方の祖父が日系二世の、また、母方の祖母は、生保族の人物である。派手な服装が特徴だが、最終日には必ず出身大学である、オクラホマ州立大学のスクールカラーである、オレンジ色の、ラウンド前には、必ずツイッターで、ゴータイムとつぶやく。同世代の石川亮 ローリー・マキロイそしてリッキー・ファウラーの3人のファーストネームの頭文字を取って 3R と呼ぶことがある。ザ・プレイヤーズ選手権の開幕前に、ベイゴルフ雑誌等が選手を対象に、最も過大評価されている選手は誰であるかとアンケート調査を行ったところ、イアン・ポールターと並んで、同率1位の24%の票を獲得してしまった。 しかし直後のこの大会で見事に優勝を果たした。DNP イコール不出場カットイコール予選落ち、T イコール待機色の背景で示されているのはトップ10入り。DNP イコール不出場9回 R、R16、R32、R64 イコールマッチプレイでのベスト入り順位カットイコール予選落ち、T イコール待機色の背景で示されているのはトップ10入り。 ありがとうございます。